ハッピーバースデーリーダー会長会長、海外 Vlog 第2弾ですね。第2弾シンガポール編。はい。ちょっと今日元気ないですね。いや、大丈夫だよ。大丈夫ですか？会長、なんでシンガポールに？仕事もあるし、はい、結婚もあるし、友達もいるし、はい、日本に誕生日に行くとうるさいから逃げてきた。そう、今出ました、会長誕生日ということで、あの今日9月、撮影日9月30日です。そうです、明日です。明日ですね。毎年誕生日海外に行ってんですよ、ここのところ3年くらい。あ、そうなんですね。何にいると誕生会やられるから。え、でも帰ったらやられるんだけど。誕生日これいいじゃないですか。いや疲れるでしょ、自分が一番挨拶するの。あ、なんか来て、ありがとうございます、ありがとうございます、1回ぐらい立ち上がったりとするのが辛いから、みんなに悪いし、なんか前もやってたんで、派手に、派手にやってたけど、なんか何年か前から海外に行くようになって地味にしてますね。まあ、58だから再来年は確実にやられるでしょうね、60はね。それで言うと誕生日前ということで、会長どうでした、この57の年はどうでしたか。暗い年でしたね。おとなしくなりましたね。まあ、皆さんがどう見てるか知りませんけど、はい、僕は暗く静かになりましたと思いますけどね。皆さんはそう思わない人が多いかもしれないですね。だからそれはもっとひどかったってことになる。ついに大人になってしまうのかなっていう気がしてますね、60に。会長ずっと大人じゃないもんって言ってますもんね。ついにやっぱりもう体力的にも難しいよね、いろいろな差が出てくるから。はい、会長が一番体力ある感じですけどね。まだバランスが取れないんだよ、他の年齢の人たちと。はい、そろそろいい加減に考え方がやっぱり違うよね、もうね。違っていると思う。とは言いつつ、世間的に見ればいい年してっていう年齢にもかかわらず、していいこと悪いことっていうのはやっぱりちゃんとしてきちゃってるんだね。ちょっと悲しい。でもその悲しい現実を打ち破っていくのが僕なんで。ギャルみたいなのずっと歩きますよ。それで YouTube も1年くらいですか、ちゃんと撮り始めてっていうのは。この1年結構大きな変化ありましたか。うん、すごい人にテレビ出るより人に何だろう、気がつかれることが多い。 YouTube は難しいよね。うん、やるのは簡単だよ、やって流せばいいけど、はい、やるもんによって全然数字変わってくるしさ。はい、なんと俺が一番こんなのどうでもいいんじゃないのと思ってる生放送の方がいいって言われたりしたら、はい、未だによくわからないですね、あれがいいって言われるとか。本当にこの会長の YouTube って会長の趣味だったり仕事を映してるだけなんですよね。うん、だからなんかわざわざ作ったりしてないですもん。してないでしょ。そうそう。今回行く F1、 これは多分日本の人は知ってる人少ないかもしれないですね。 F1 は知っててもただ車が走ってるもんだとしか思ってない。うん、だと思うので、この F1 も会長のチャンネルで開拓していこうかなと。まず何回も言うけど、Netflix の F1 のドキュメンタリーを見た方がいいですよ。あれでアメリカ中、はい、F1 人気になったっていうのは。いや、世界中で大会がやってて、 F1 の大会がやってて、その合計ポイント数で勝利を決めるんですね。世界中周りだったから
事実上じゃないからね。え、じゃあ交通を止めるんですか？そうです、ね、そのためです。だからすごい大事なもの。大事の大事です。あ、じゃあ今日は、F1 はなくて、明日、明後日ですよね、予選決勝と。今日はフリー走行っていう、はい、練習走行みたいなのがあります。会長はその間に、いろいろお仕事の仕事がある、お話をするということで、僕たちはあのこの後、コース、レース、下見をしてきます。コース走ってると思うよ、フリープラス、すぐ夜か。あの、一回会長と GT レース行きましたよね。だから、GT クラブって。でも、ここめちゃくちゃいいホテルだな。超いいホテル。こうやって、街中が F1 カラーになってるって、ホテルのこういうところが F1 仕様になってたり。ちょっとこのエレベーター、レベチですね。え？マジ？ボカ。何回までなんですかこれ。やばいよ、高いよこの部屋。やばい。左見ました。これが会長のもう一個の部屋ですね。これシンガポールを独占してますね。全部見えますよ、シンガポールの。シンガポールパドッククラブ。孫さん、パドッククラブって何ですか？選ばれし者しか行けない聖地。選ばれし者しか行けない聖地。使いますからね。結構チケット入手困難ですもんね。すごい、アラさん楽しくなってきましたね。やっぱそういうことやばいっすか。やばいやばい、ちょっとみんな撮ろう撮ろう。結構ナオさんからしたら興奮する。興奮するでしょ、めちゃくちゃ興奮するでしょ。まあ、いわゆる VVIP にいるみたいなってことっすよね。 F1 の VVIP ってことっすよね。おっさん秘書2人がはしゃいでますって出てますよ。ここがピットの出入り口。そうだ、ここでビューンと止まっていくわけです。どういうこと、どういうこと、どういうこと。いわゆるここにパドックがある。これ俺あの緑のところです。あー、ここか。え、この下でタイヤ交換とかもってことですよね。ここ映画でしか見ないとこですよ。佐藤松浦、うん、超目の前。ここに車止まるってやばいですね。今日はこの左下のマーキーナイトクラブというところに行きます。ハッピーバースデーリーダー会長。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、おめでとう。全然よかれば何でこうなるあまり制作はしないでいただいて、ちょっと早いですけどね。おめでとうございます。おめでとうございます。準備いいですか？プレスの歌だ。おお、せーの、おお、何しよう。さあさあ、もうすぐ、イエーイ、おめでとうございます。荷物になるから、やるの。誠くんだ。それ嬉しくない？ちょっといろいろ撮っとけ。嬉しい。目頭が熱くなって泣いております。おめでとうございます。マッチングなにか。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、おめでとうございます。いや、嬉しいんじゃないこれね、ちょっと。あれ、プレゼント。それは、まあ、普通にささやかなものですけど、ささやかなものみんなから、誰かのものですよ。多分持ってないよね、これね。どう思います？持ってないもの。持ってないものはないじゃん。いや、持ってないものあるから。ちゃんとありますから。今日はあの輪を、この輪の中に用を入れていただくと。あ、こないだ女からね、3つぐらいもらったね。これはね、6グラスをね、3つぐらいもらいましたね。ちょっと小ぶりでしょこれは。ね、
ちょっとバカラだった。これは、そうか、江戸切子です。こっちは江戸切子ですね。江戸切子で勝負です。ちょうど、ナニーラがちょうど入るようですね。テキーラ飲みたい放題です。同じようなもの。こっちの方が歴史ありますよね。歴史です、歴史です。これは、あの、みんなから。みんな。会長ですメンバー一人1個にしてくれないかな。あ、一人それみんなでまとめてんだよ。メンバーっても喜ばないんで残念でした。やばキラキラですね。チャラいっすね。席これど真ん中じゃないですか。会長と行きましょう。滑り台と観覧車酔ったら危ないですけどね。Yeah, race, yeah, race, yeah, we go, yeah.
I'm excited. We're gonna hang out in Japan. Okay. We're gonna hang out. Hang out. Yes. 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 Yeah. Konnichiwa. Good Japanese. Black eyed peas. What? 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 Wow! Are you serious? What? Wow! 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 Yes! Wow! Black eyed peas. I'm sorry, I didn't know. Not a sad. Wow, I didn't know that. Big surprise. Wow, you are here. Humble guy. Yes. We have two peas. Two peas. Thank you very much. I'm the third. I'm taboo. Thank you, Steve. I love you. Thank you. Wow. 取れました。あのブラックアイドピースがいた。ブラックアイドピース。スティーブも言うの遅いよ。遅いし、あんな人もいるんで。こんな人もいたよ。すごい。昨日ありがとうございました、クラブ。あ、後半全く強くはございませんか。